んは、今日はフィレンツェの視聴者でもあり、そしてフィレンツェの一律博物館であるベッキオ宮殿にやってきています。ご覧ください、私がいる大変大きいこのお部屋、サーラデルチンクエチェント500人広間と呼ばれ、天井からそして壁から大変美しい装飾で知られているところなんです。まず私の後ろ、こちらでよくコンサートや市議会などの代表的なものが行われたり、またこの天井画、そしてフレスコが全て1500年代にジョルジョ・バザーリというメディチ家のお抱え芸術家がこれ描いたものなんです。すごく大きいこのフレスコが、まず私のこの後ろにあるフレスコはトスカーナ大公国を作るために、コジモ一世がピサの町、さらにこちら側はシエナの町を占領したというコジモ一世のアレゴリーを表しています。そしてそのコジモ一世の天井画が、あの真上に見えるちょっと反対になってしまってますけれどもね、これがコジモ一世が天使から冠をもらっている姿、この天井画は板板になっています。この作品の真ん中にコジモ一世がいるのが見えますね。一枚一枚のこんなに重い板板の天井画、テラスからも見下ろすことができるんですよ。それでは